友達が気になるサークルがあるって言ってついていったサークルがまさにこのクバディバスだったんですけど、みんなすごいかっこいいし、もう全員ハーフに見えて、もうその時はハーフしか入れないサークルなんじゃないかって思ったぐらい で、しかも私ダンスなんてやったことがなかったので、絶対私は入らないだろうなって思ってたんですけど、お花見に行ったりとか先輩たちと仲良くなっていくうちに、このサークルの温かさに惹かれて入ることを決心しました。まず週3で、しかもこんなに立派なダンススタジオで練習しているサークルは他には絶対にないです。ちゃんと先生をつけて練習しているおかげで、他のサークルよりダンス上達への道のりがすごく短いと思います。あと衣装を揃えたりとか、そういう統一感とかから出るオーラとかにも惹かれました。